打率2割6分3厘、51本塁打、128打点。こいつが日本に来た結果。これが日本に来てたってやばいよな。レジェレジアンレジェンド。この年は安打数の3分の1がホームランだった。打率のいい年やったら3割3人36本塁打104打点。なお守備は98年から10年連続ゴールデングラブ賞な模様。銀次が外野の守備練習してるの見て、俺の方がうまいって千一に言った話すこ。前世紀の守備指標で見ると一郎にも圧勝してんだな。前世紀はメジャー史上最高のセンターだったんだろう。ボビーは新庄はナリーグで AJ に次いでうまいって言ってたのが印象的。 AJ は守備の評価の方が高いしな。むしろ打撃は期待からすると伸び悩んじゃったって評価。この51本の年もようやく覚醒したかと言われてたくらい。それまで毎年30本以上打ってたんだけどね。なんせ10代で衝撃デビューだからメジャー記録塗り替えるくらいの打撃を期待されてた。アヘアヘお散歩おじさん、ビビりまくって勝負避けられてた。それもあるけど選球眼がそもそも良かった。助っ人ピッチャーが露骨にビビってるの好き。シーズン終盤になるにつれ本気出すおじさん、本当脅威やった。ちなお楽天の助っ人はマギー、ジョーンズ、ユーキリスト、みんな活躍してるよな。楽天の選手たちの意識改革にも大きく貢献した模様。24勝0敗のエース、メジャーリーグのレジェンド、2割9分で30本打ちながらサード守る神助っ人、15勝新人王ルーキー、空日本一にもなるわ。2013楽天の面白さは異常や。もうおっさんなのに150キロ以上の速球に全く力負けしなかったし、選球眼もやばかった。成績はそこそこでも元超一流メジャーの風格あった。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。